やっぱね、キャンプの明日のキャンプですからね、ちゃんと用意しないとね。あ、これはね、マットね、マットとで寝袋と、ね、あこれを包んで、でここにはキャンプの用意を入れますよ。でこれがあのコンロね、コンロと燃料とで救急セットして、歯ブラシに、お茶に、スプーンとでコップに、ライト。松田さん、はい、用意早くないですか？早いんです。あのね、慣れるとね、こんなすごいスピードなんですよ。でこれは何かというと、これはこれ。ちゃんと今回はね、起きることができましたよ。で、あの集合場所も思いっきり間違えましたけど、このように集合できた。素晴らしい。どうですか？バスガイドのメイちゃんはどうですか？今日はなんと長州から参戦ということでですね、あのマジで泉大津に上陸して水越峠を越えたという。え、今どこに？いや、その Wi-Fi ポイントがないと現在近くにできない。iPod タッチやと思うから、うん、そうすると水越峠をどんどん越えてきはるみたいな。すごいと思いませんか、これ。長州から十津川ですよ。なんかお礼参りみたいなね、維新の時はありがとう。ああ、なるほどなるほど。どうですかこれ。だんだんこう幕末強烈名帝来ました。結構いいね。天気も最高、どうこれ。いいっしょ。というわけでね、まずはコーヒーを飲んで出発です。あの ST もあの1万キロを超えてね、エンジンにやつの当たりがついてきたのか何のかですよ、よう分からんですけど、上まですっごく気持ちよく回る、めちゃめちゃ気持ちいいエンジンになってきましたね。あのガソリンオイルはね、もう車用の使ってるっていう、そのかわいそうなこともあるんですけど、いい感じですね。時速あの80キロ巡航でこうずっと走ってるんですけれども、まあ19馬力あればね、こうやってこう車の中で乗れてもね、乗れて非常に安定してるしね、綿子さんのカウルのおかげもあって、非常にいい感じなんですね。ってことはですね、あの200馬力とかのですね、 VMAX とかですね、そのハヤブサとかいう乗ってる人っていうのは、もしかしたらスピード違反をしてやろうっていう、なんかもう極悪非道アウトオブクエスチョン、アウトオブローダーとんでもない人たちかもしれませんね、これ。羨ましい。ちょっと、はい、投函するの忘れてたってことなんですけどね、今仕事が完了しました、昨日の。あの集合場所に仲間がいるって初めてじゃないですか。そうね。いつもその妄想ではいっぱい。そう自分の頭の中ではね、こうぐわーっと埋め尽くされてるのを妄想し続けましたけれども。本当にこう来ていただきましたね、これ。これ明らかに復興しそうな感じ。長州から参戦しました。ほんまにあの俺らもあの大概のアホやと思うけど、この彼も相当来てますよね。またかっこいいのが来たね。なんかどうでもない、マジ方なのですぐ分かった。だいぶ苦労した。苦労しました。大阪ゆかりは？ゆかりは全くない。全然なし。すげえ。まだ全く初登場。初登場です。かっこいい。どうですか皆さん、感動ですか？感動や。これ見てる人、これ多分ね、兵庫県とか、なんか滋賀県の人がおるでしょう。あたち何をやってるんですか一体。素晴らしい。素晴らしい。感動した。このね、あの400刀は、後ろのシートには何も積んでなかったんですけど、途中、彼はですね、全部買い足しました、現地で。やることちゃうな。クレイジーですよ、はっきり言って。見てください、これ。
3気筒でここまで走ってきましたこれ。ね、これ全員をこれ待たしてる状態なんですけど、ね、で彼は今早速ですねこのプラグ焼き焼き作業にかかるかと思ったら見てくださいこれ、はい、今から朝食を始めようここの結局ですね集合即解散ということにですね今決定しましてですね、ごめんね全然そのごめんねの言葉が宙を舞ってますけどこれそ僕の好きなフィレオフィッシュじゃないですかそれは。そうフィレオフィッシュ100円マックしか食わない僕にとってはこれ。俺昨日が火を準備ナンバで飯食ってナンバで飲んでこれナンバから岸和田に移動して岸和田でまだ飲んで知りませんよ岸和田は集合即解散のシーンですよこれね。やっぱ彼も選択はすごいな、うん、やっぱ正しい選択だ、ね、だってそれは遠いとこ来たから間違いない方を取るやろ。で先頭は忍者ね、正しい判断をしたと思いますよ。はい、お疲れー話してよ俺。いやあのね、まあ、ダメでしょね、うん、3人とも結局昨晩飲んでたってことやろ、俺はせやけど控えめにしましたからね。俺だってホッケーちゃんの電話で、うんうん、俺びっくりしたもん、うん、だって俺さっき寝たばっかりやのにな思ってかかってきた、うん、さっき寝たって何やねん。まあまあ早くちょっとやりましょうよ。ちょっともう空ぶかしにぴったり追ってよかったんやけどな。見てくださいこれ。しかもね今回ナビをつけてきましたよこれは、ね、これね素晴らしい。これあの人工衛星がなくてもいけるやつですね、うん、そうそうこれは。これはですね、地球が大きな磁石ですからね、それを利用したですね、ハイテクですよ、ハイテク羅針盤をね、ね、で一応ね、スピードメーターがマイル表示で、あの何キロで走ってるのか全然わからんらしいので、換算表をここに貼り付けて貼りますが、この実はこの、スピードメーター電気取り出し装置でスピードは見てあるみたいですね。マスターシリンダーが実はこう目立つようになっていいですね。これはこれですか VFR のやつですか。汎用品日清の汎用品。このピロリンは何ですか。ドリップが壊れてるから壊れてるか。これ何あのとりあえず中に差し込んで、うん、で短いから、うん、そこにまあ、つまりピロリンってことですね。つまりね、はい、延長何を延長する必要があるんだ。ドリップのノブの延長。あ、ノブ、うん、ですね、返品を3回繰り返してですねやっと会いました。そしてあの根本的解決を図りました。それ何か言ってますか、ね、ソケットレンチ30ピース絶対合いますねこれ。 あちゅうか今もう緩みましたか。なんということでしょう。うわこれすごいですね。ラチェットレンチまである。あすいません、これは役立たないですね今。この細いのは あかんね、うん、あかないです。道具があればこうやってすぐに作業に移れるんですよこれ。あライターですね。次さあ曲がりますからね。やった、抜けた。うわ抜けた。そう見してください。取りましょう。あこれダメだこれ。見てくださいこれ。これは濡れすぎですよ。これはなんかおかしいな。ターボライターは、ね、開けるないので。ジップマイナスドライバーはないよね。マイナスドライバーはないけどここにありますよ。あるの、はい、セットです。さすがセットですよ。というわけでですね、ちゃんとゴムがついてるやん。プラグは焼けましたので、焼きたてのプラグを今、これはね、どういうことかというとですね、ガソリンを、いっぱい出すぎて爆発せんとプラグが湿ってしまって火花が止まなくなったんですね。でそれを要は火で焼いてプラグをカラッカラにしてやるというそういうことなんですね。 OK セット完了、はい、ちょっとさあじゃあ行ってみましょうか。 JMCA 認定行きましょう。
生きてる。爆発ですけれどもって感じですけれどもね、アイドリングはとんでもないアイドリングにして、ファーストスローがダメですね。これ佐々木さん、だけどこれこの状態では野菜が詰めないんですけど、これ野菜はここですね、ここからこの何ですかこれからこう、あ、ちょっと待って、あなたに言わんとして言わんとしてくるか分かりましたよ。ここにまさかあなた大根をこのまま挿入する。なるほど、で左右のカーブでここから大陸間弾道弾がなるほど、なるほど、沿道のオーディエンスに大根が飛んでくる、大根が飛んでくると、すごいですね。驚いたテポロンでした。いやプロ滝これつきましたけど、いつもと違う場所に置きましたけどね、こんにゃくはあそこ。どうですか、このこんなにいっぱい来てくれましたよ。すごいねこれ。Z も4気筒になったし、ちょっとね、あの忍者の250がたまらないんですけどね。ヤコホーナーバーベキューですか。タレ買ってない。えタレあるの。箸割り箸買ってから、ね、割り箸、そう割り箸、特産のやつ、なんか痺れるやつないですか。こういうのとか、これあ、これか、これこんだけありゃ十分、うん、それ一応杉、うん、要するに中国とか書いてない。大丈夫。台湾ないわな。もうこれ。はい、すいません。はいはい、全部一緒でいいですか。はい、300のお返しです。ありがとうございます。よーし、OK。 わお、マジか。いや、でもネギ出てるわ。折り込む、落ちてこい。あ、いけるわ、止まってる、十分、十分。あ、これなんかほら、ここは緑やからここから生えてるようにそう見えない、止まってるよ、見えない、電話鳴ってる。12時14分、これ完成形ですか。これ完成形。え、待ってください、風がこう来ると、風がこう来るんだけど、これ弾力性があって、うん、この状態で、あ、なるほど。走行中はこういう状態になってるわけですね。蒸発がなびく、風になびくみたいな。なるほど。これはすごいすごい。昔に流行ったつけ毛みたいなもんですね。つけ毛。芋ボタ天下共同。昔たしおりがいつも作ってくれたものです。あ、昔から。米とじゃがいもと、あ、このままで、返します。あ、ほな、いただきます。芋豚と食べ、うん、あれ染みてる、うん、わかりました。これはね、ハッシュポテト、要は、あ、うまい、これ、うん、郷土料理、うまい。これ天川村ついてね、天川、これ、あ、やった、なんすかこれ、天川さん野菜。これなんですかね、これは。地獄の ICBM ダンス、これはね、天川大根、そして、天、なんすか、イノシシ、鹿肉ソーセージ、天然ですよ、天然。いやー、や、製造者がでも炭の人あ、ここで漁師に撃たれた鹿肉が、あの住之江というコアなとこへ行って、で住之江で加工されて戻ってきたんですね。そうそう、逆輸入。なるほど、そうか、これみたいな、逆輸入、これみたいな、全く一緒ですね。じゃあ、なるほど、すごいな、これは。これやっぱあの大阪とあれやな、天川村のこのコラボレーションだな、俺な、素晴らしい。どちらも、これね、芋ボタンもね、実は美味しいですからね、食べてください。小腹が空いた時にぴったり。芋ボタン初めて食べた。